サミュエル・ベケット、サミュエル・ベケット、サミュエル・ベケット、1906年4月13日から1989年12月22日は、アイルランド出身のフランスの劇作家、小説家、詩人、不条理演劇を代表する作家の一人であり、小説においても20世紀の重要作家の一人とされる。ウジエヌ・イオネスコと同様に、二十世紀フランスを代表する。 劇作家としても知られている。1969年には、ノーベル文学賞を受賞している。1906年の4月13日、アイルランドのダブリン州、フォックスロックに住む裕福な中流家庭の次男として誕生。正金曜日に生まれたが、何らかの手続き上の混乱により、出生証明書の日付は5月13日生まれとなっている。 苗字の本来の綴りはフランス語のベッケ、ベッケであり、1598年の何との直例でアイルランドに亡命したユグノーの子孫と伝えられるが、この言い伝えについては、異説も多い。1923年から1927年にかけてダブリンのトリニティカレッジで英語、フランス語、イタリア語などを学ぶ。 その後1928年から2年ほどの間、パリの高等師範学校で教師の職を得て過ごす。ベッケットはパリでジェームズ・ジョイスと知り合い、深い影響を受けた。ベッケットはジョイスの各断片の口述筆記や副写なども手伝ったが、それらはジョイスの小説、フィネガンズ・ウェーク1939年の中に含まれている。1930年。 トリニティカレッジの3年間の講師職を得て、ベケットはアイルランドに戻った。しかし2年も経たないうちに辞職し、著述業をしつつ、ヨーロッパを転々とする。そして1937年、パリに定住した。1938年1月、通りを歩いている最中に、見知らぬ売春圧戦者の男に突然刺されるという事件が発生した。ナイフは心臓をかすめたが、 ベケットは自力で病院に駆け込んだ。意識を取り戻した時には、ジェームズ・ジョイスが主治医と共におり、解放の仕方を習っている最中だったという。後、加害者は裁判で、ベケットに謝罪し、なぜそのようなことをしたのかわからないと語った。入院中、訪問客の一人であったシュザンヌで死亡ディムにいると、深い仲になり、交際を始めた。後年、シュザンヌは、 ベケットの仕事を助け、時には、ジャーナリズムや批判者から守る役割もした。1961年に二人は結婚する。1939年、第二次世界大戦が勃発。1940年には、ナチスドイツがフランスに侵攻し、パリを占領した。大戦中、フランスのレジスタンスグループに加入。ナチスに対する抵抗運動に参加する。 しかし、ゲシタポの捜査が、身辺に迫り、友人が逮捕されたことを受けて、小説家、ナタリー・サローとの自宅の根裏に長期間かくまわれ、同じくゲシタポから隠れていたさ、ローとの父親と同居生活を過ごした。その後パリを脱出。田園地帯を数ヶ月放浪の後、牧竜図圏の小コミューンであるルシオンに2年半もの、間潜伏した。その期間、 ベッケットは小説、ワット、1953年を書いた。戦後はパリに戻り、執筆活動を再開。50年代に入ると三部作の小説、モロイ、1951年、マルオンはシヌ、1951年、名付けエぬもの、1953年を発表。20世紀文学における小説の革新において大きな足跡を記した。 1952年、現代演劇に多大な影響を及ぼすことになる儀曲、五道を待ちながらを発表。彼自身は三部作を書く、苦闘の中での息抜きとして書いたと述べていたが、その新しさと普遍性によって、彼の作品の中で最も著名なものとなる。同儀曲は、翌年、ロジェブランの演出によって、パリの小さな全英演劇の劇場であるテアトルとバビロン。 ズトリード・ボビー・ローンで初演された。1959年、ベケットは母校のトリニティ・カレッジより名誉博士号を授与された。1961年、ホルヘルイス・ボルヘスと共にフォルメントール賞を受賞。そして1969年10月、ノーベル文学賞を受賞する。文学や擬曲の分野で新しい表現方法を切り開いたことが、その理由だった。 1989年12月22日死去。彼の妻シュザンヌがこの世を去った5ヶ月後のことだった。遺体はパリのモンパルナス墓地に埋葬された。破壊しは磨き上げた花崗岩の板で表面にはサミュエル・ベキット1906から1989という文字と彼に先立って世を去った妻シュザンヌについての同様の記述がシンプルに刻まれている。 墓石のそばには一本の木がポツンと立っている。五道を待ちながらは二幕劇。木が一本しかない舞台で、二人の不老者が五道を待ち続けている。だが二人は五道に会ったことはない。待ちながら、たわいもないゲームをしたり、滑稽で実りのない会話を交わし続ける。そこに猛に人別の人物が通りかかり、さらに取り留めのない会話というが続く。ついたちの終わり。 少年がやってきて、五道が今日は来ないと告げる。二人はもう追いたちまとう、明日五道が来なければ、首を吊ろう、という。同じことがまた翌日繰り返され、芝居はそこで終わる。ストーリーは特に展開せず、自己の存在意義を失いつつある現代人の姿と、その孤独感を斬新なスタイルで描いている。 当初は悪評によって迎え入れられたが、少しずつ話題を呼び人気を集めるようになった。初演の約5年後には20言と以上に翻訳された。同作品は不条理劇の傑作と目されるようになり、現在もなお世界各地で公演され続けている。その後も作品ごとに様々な新しい手法を試み続けたベケットは、第二次大戦後の演劇を語る上で、 無視できない存在と言える。その作品群は、不条理劇の系譜を継ぐ作家たちのみならず、現代劇の作り手全般に多大な影響を及ぼした。また、クワットをはじめとするテレビ向けの作品やラジオ向けの作品も手がけており、そのそれぞれにおいて得意な作品世界を作り上げている。脳との関係はよく知られているが、俳句の様式や精神も浸透している。 ベケットは、セルゲー・エーゼンシュタインに浸水していて、技法を学び取ろうとしていたが、監督のモンタージュ理論のヒントが、俳句や、浮世絵だった。その理論は、ロシア・アバンギャルド映画の中核を成し、やがて大のエーゼンシュタインファンだった、ベケットの芸術と精神に受け連れた、というのが私の推論である。当初は自作の演出を他人に任せていたが、やがて自ら演出に出向くようにもなった。 ベケット自身による演出は言葉や行為のリズムやテンポを重視したものだったと伝えられている。演劇評論家のハロルド・ブルームは、ベケットの演劇は、シェイクスピア、モリエール、ラシーヌやイップセンと同じように後世に残るだろうと述べている。3文においては、得意な光景、切り詰めた、語り、作装した描写、 物語ることそのものを突き詰めたようなモノローグなどによって独自の世界を確立し、その傾向は三部作、とりわけ名付け得ぬものにおいて一つの頂点に達したと言われる。それらの作品は、後のニュー乳ーローマンの先駆けともなり、また、マローンは死ぬにおける私が様々な物語をメモに書きつけていくという、形式はメタフィクションの大いなる洗礼の一つとなった。 その後の作品、ことの次第や、伴侶、また終わるために、などにおいては、表現する言葉そのものを切り詰めつつ、さらなる作品の可能性を探求することに努力が、費やされた。アメリカの作家ドンデリーロは、読み手の世界の見方そのものを変えてしまう力を持ち得た、作家として、カフカとベケットの名を挙げている。以下に、ベケットの、主な作品を挙げる。ベケットは主に、 フランス語か英語で執筆をし、後に自身で英語やフランス語への翻訳を行っている。年度の後にフッツとある場合はフランス語版の A とある場合は英語版の発表、出版年を意味する。放題は主にベケット議局全集、白水社、安藤真也、高橋康成役、後、ベストオブベケットで審判再刊などを参考にしている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。